どうして手伝ってくれないのです。いきなり姿を消して。約束通り九段の書をお借りしましたが、プーカの呪いに関する部分が破られておりました。これではこちらも全て面倒を見るわけにはまいりませんな。イングベの仕業だわ。本を破って持っていくなんて。あまり時間がない。女王に捕まれば、ここから出られぬ。 この辺りに王の牢があるはず。温かい血の匂いがする。生きた人間か。おお、タイタニアを私めにございます。悪魔よ猿がいい。お前たちの墓地でならことわったはず。おお、 お断りになろうともいずれあなたさんをお救いいたします。ですが今日は違う用件で参ったのです。エリオン叙事師をまとめたあなたに終焉を問うために来たのです。その体から香る血の匂いは覚えがあるぞ。確かバレンタインの王女ベルベットです。あやつの孫だと。それぞれの紙片からなる予言の全容をお教えください。 知って、何とする。呪いと死から逃れるために運命に抗います。<笑>いかん。死神どもに聞こえる。世の頭にも手元にもこれだけしか残っておらぬ。あとは他を探すがいい。お前が世界を救うことを夢見るとしよう。 呪王を起動しに来ねば、また世を苦しめるために。お黙りガロ、獄者への面会を許した覚えはないぞ。冥界の女王オデット。お前バレンタインの人間だと。私の凍った血が怒りで逆流しそうだ。お前たちが王と呼ぶ罪人めが 私の目を盗み、ミミズのように地上に這い出しおった。おじい様が。お前たちの重ね重ねの無礼、その体を引き裂くぐらいでは収まらぬ。